コアラーの姿が見えています。皆さんこんにちは。実況は私西岡、解説席には福西崇史さんをお迎えしてこの熱い一戦をお伝えしていきます。福西さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はジュビロ磐田対ベガルタ仙台のカードです。本日のアウェーチームはいかがでしょうか。シーズンも後半戦に入っていますが、このチームは優勝候補として期待を大きく上回るパフォーマンスを見せています。大きく崩れない限り優勝大本命の座は揺るがないでしょう。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。今日は一般的な 3-5-2 です。センターバックの攻撃参加が重要なシステムです。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。攻撃的な 3-4-3 ですね。攻撃力が高いシステムですので爆発力はありますよ。前半キックオフです。桜内渚、ハモン・ロペス、見事なスルーパス、いいクロスが中に入った。クロスは相手に渡りました。このクロスはキーパーが弾き返す。プレスをかけられます。ヒールで狙ったパスはカットされます。空いているスペースが見えたか。キーパーと1対1でしたが大きくシュートを外しました。何を考えていたんでしょうか。全力で蹴る必要は全くなかったと思います。カットしました。ここはどうするでしょうか。取りました。すぐ攻めに出たい。カウンターを狙います。上がって見事な視野です。スルーパスでしたが合わないか。クロスを上げた。中はフリーだ。試合は始まったばかりですが早くも先制点が決まりました。立ち上がりを疲れましたね。まずは落ち着くことが大事です。決めましたね。逆足を使ってのシュートでしたがしっかりと枠に収めましたね。はい、簡単ではないシュートでしたよ。大事な時間といわれる立ち上がりの15分、うまく試合に入ることができませんでした。鎌田健吾、大久保嘉人。大久保のキレは凄まじいですね。この年で得点を争えるのは相当な努力が必要なはずです。相手が一番嫌なところに飛び込んでいけるのがこの人の武器ですね。いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。これは見事に奪いました。クロスが入りました。キーパーが止め、ゴールです。これで2点リードする
すい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。ゴールです。キーパーが弾いた球を見逃しませんでした。うまく押し込みましたね。ボールがこぼれてからの反応も見事でした。アダユトン、ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。素晴らしいボールです。これはチャンスだ。ポストに当たってゴールラインを割りました。素晴らしいスルーパス。距離はありましたが強烈なシュートで狙ってきました。わずかにそれましたが惜しかったですね。この思い切りの良さはロングシュートに自信があるんでしょう。もったいない形でボールを渡してしまいました。このボールは外に出てスローインでの再開となります。大久保嘉人、ここはうまいタックル。ただし相手ボールのスローインです。このパスはダメでした。ここはよくスペースが見えていました。ハモン・ロペス、ゴール、ゴール。ゴールの低い位置を狙ったいいシュートです。ペナルティエリアで持たれて低めに決められてしまうと守る方としてはどうしようもないですよね。このゴールですが、余裕のない中でも冷静でしたね。そうですね、持ち帰る余裕がなかったんですけど正確でした。この角度からも見ましょう。大量リードをもらって監督も自然に笑みがこぼれています。かなり一方的な試合展開です。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ニアを狙った。触れば1点というチャンスでした。真ん中にクロスを上げた。このシュートはわずかに枠の外です。チーム本来のプレーができていないことにサポーターも怒っているようです。攻める時間がほとんどありませんからね。ボールを持った相手選手にもう少し人数をかけて。スルーパスが味方に通る。このシュートは大きく外れました。角度が全くなかったですから無理に打たない方が良かったかもしれません。兵藤慎吾、さあスタジアムのテンションが上がります。中の選手にクロスを入れた。キーパーの見事なセーブ。近距離からのシュートに見事に反応しましたね。これはあるか。狙ってきた。再びキッカーがコーナーに向かいます。ボールはゴール前へ。このコーナーキックはキーパーが弾き返す。スコアは3対0。試合は後半に入ります。前半のペースが維持できるでしょうか。このセットプレーは得点のチャンスです。中に入れた。この攻撃はここまでのようです。ボールを失った。ボールパーソンからボールを受け取ってスローインに入ります。サイドのスペースを使います。ここはキーパーが簡単に抑えました。チアゴ・アルカンタラですが、パリ・サンジェルマンへの移籍が決まりました。今のプレーは失敗でしたね。イエローが出る可能性があります。レフェリー、イエローの判定です。妥当な判定かもしれません。難しいシュートでしたが枠を外れます。
どうやらサイドをつけそうです。ニアポストにクロスが上がった。ここは押し出します。ここはキーパーがセーブ。ようやく落ち着いてきましたね。今のプレーは良かったですよ。決まった。素晴らしいシュートだ。キーパーの最初のセーブは見事でしたが、これはフォローしてあげないとかわいそうです。素晴らしいボレー、決まりました。これは止められないですよね。ここで交代ですね。この選手、今日も素晴らしい活躍を見せてくれました。見事でしたね。チームの中心として働いていましたよ。山田裕樹、森下俊、ここのエリアは注目ポイントになりそうです。アダユトン、つまらないミスでボールを失いました。タッチライン際を上がれそうです。中央の選手を狙ったクロス、入った。これはナイスシュート。選手交代があった矢先のゴールです。作戦として考えていたとは思うんですが、しっかりと期待に応えられる選手はそういませんよ。追加点を決めました。守る側が気持ちが切れてしまっていますね。集中しなければいけません。諦めずに得点を狙ってほしいですね。田口大志、中村俊輔、もったいない形でボールを渡してしまいました。兵頭、見事なスルーパスでしたが、よく読んでいました。ボールを運びゴールに襲いかかります。最高のボールが出た。よく止めましたが、ここはプレーオフ。このシュートはネットを揺らせません。バーに当たりましたか。この選手の活躍が目立っていましたが、ここで交代です。ミッドフィールドでボールを取りました。相手チームが優勢に試合を進め、ホームのサポーターたちは静まり返っています。そうですね、選手たちは試合の流れをつかめていません。いいところに出た。素晴らしいヘディングです。ヘディングでのゴールです。うん、いいヘディングでしたね。ヘッドから得点が生まれました。ええ、パワーがある選手ですね。コースも最高でした。別のアングルからご覧ください。この試合に関しては力の差が出てしまっています。田口大志、大井健太郎、川又健吾、ボールを回してチャンスを伺います。ここはサポートがあります。中村俊輔、ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。タッチを割ってスローイン。山本浩介、これは残念、ボールを手放してしまいました。このパスはダメでした。通りません。チャンスになる。振り抜いた。イエス、ゴール決まった。
このゴールで勝利はほぼ終に収めたでしょうか。いや、思わぬ大差になりましたね。プレーにも余裕がうかがえます。試合も終盤に差し掛かっています。逆転は厳しいかもしれません。ボールを取りました。さてどうする。いいカットです。一旦攻撃を防ぎます。あっとこぼれた。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。ここでホイッスル。ベガルタ仙台が見事な勝利を挙げました。福西さん、今日は完全なワンサイドゲームでしたね。そうですね、相手が相手ですし、もうしょうがないですね。リーグ最少失点のアウェーチーム、このゲームに勝利しました。守備に注目していた試合ですが、今日はそれ以上に攻撃が光っていましたね。